はい、お疲れ様です。速稼塾の久保です。先週はですね、かなり後半に入りまして、まあいろいろと忙しいと言いますか、子育てをしながらね、子育てをしながらっていうよりも子育てを楽しみながら、そっちがメインですからね、私はね、FX の方やっていたんで、ちょっとね、録音と配信が間に合わないところがあったんですけども、金曜日の朝には、もう一回ね、売りをかけてみようかなと思ったところがありました。これ1時間足なんですけども、見ているのはね、2020年6月13日の23時02分なんで、土曜日の朝、もう時間帯が閉まった時ですね、もう固定された売買の方を見てますけども、基本的にはこういう動きだったんですよ。こう売りが始まって、N を書いて、また下に行ったと。で、もう一回 N を書いてね、下に行ったと。しつこいぐらい N を書いて下に行ったわけなんですよね。で、もういい加減ないだろうっていうところで、私はもう一回、下に行くことにしたんですよ。ここです。もう一回潜っていくんじゃないかなと思ったんですけども、結局はならなかったんですけどね。ならなかったんですけど、その代わり、この下髭を出してダブルボトムを作ってくれたんですよね。私はここでセルがロスカットに合いましたけども、ただここのダブルボトムを見てですね、そうですね、こちらの方、もうエントリーポイントが見えてましたんで、ここから買いに転じて、まあ、これを取ったということになります。ここですね。まあ、ですんで、金曜日の晩から土曜日の朝にかけて、まあ、深夜、ヤマト君ね、子供寝てますんで、まあ、エントリー、そして、ポジションを取ってですね、利確していったというのが、金曜日から土曜日の流れになります。以上でね、先週の、これでケツが持ってたかなっていうところですね。何が言いたいかっていうと、売りの第3波までは NG 波動でいけたわけなんですよ。第1波、第2波、第3波ね。で、第4波を私は期待したんですけども、それは二段構えで、第4波がもしね、成就しなかったら、これは転換といって、売りから買いに転じる流れなんですよね。こういうふうに、ぐっ、ぐっと行く流れなんですよ。ということで、ダブルボトムを確認したんで、ダブルボトムですね。ダブルボトムが先ほどお話ししましたように、ここで出たことをヒゲ付きで確認したんで、まあ、買いで入り直して、しっかりとね、ここまで取ったということでございます。それがまあ、オチなんですよね。さあ、それではね、15日から始まる新しい週は、買いを見ていくっていうことになります。ずっと今、売りで見てましたからね。15日から始まる週は、買いを多用するようになると思いますね。それでは、これで、一応、13日までの週は、2週目は6月、解説終わりということになります。ありがとうございました。では、また来週からよろしくお願いします。